無事着きました。いやちょっと怖かったけど何も問題なく来れました。よし、では降ろします。降ろうか。ついに今日は糸掘りの日。何日ぐらいでできるやろな。まあ、掘るのは多分2日まで掘れるんやな。でこの後ろにあるのが新しく建ててもらった電柱。そうそう、あの水汲むポンプのための電源。そう、ほんまはね地質の先生に見てもらって、うん、ここが水出るって言われたところに。あ、そうなんや。建ててしもた。電柱建ててしもたんや。ちょっとずれても水脈はあるろってことで、ここ行きます。ここ。スペシャルゲスト歩行センターに、うん、まあ、仕上がりは850ぐらいの、うん、その外径で850ぐらいの井戸川を埋めるので、5m75 掘れる量の井戸川を仕入れてるんで、それは掘っちゃおこうかなと。じゃあほぼ6メートル掘るってこと？そうそうそう。大変な。となるとこの3トンのユンボやと、うん、3メートルぐらいしか掘れんので、まあ、計画としては掘れるとこまで掘ったらユンボの下を掘り下げて、うん、自分が降りて3メートルぐらい降りて掘って、で仕上がったら降りてきて埋める。ちょっとイメージできひんね。イメージ力低い。というわけで現在測ってもらったところ3メートル。3メーター。いやー、3メーター掘ったらもうじわーってもう組み出しながらやらなあかんかな思ったら全然出ません。どないしましょう。やばいね。助けて。見誤った。そこ掘りたかったもん。そこ電柱立つ。この距離でそんなにこうこんな20センチの水脈違うから、うん、いけると思うけど、あと3メーターぐらい掘って掘ろうと思うと思う。ユンボが3メーター下におらなかったら今の底ぐらいの方がこんなとこです、ね、掘らないかんね。ユンボ埋まらんようにせんだな。そう、今みたいなやつね、うん、こうなってそこバババババババンって、ね、掘っていったら、さっきの撮影から一掘りなんと水が出てきました。びっくりやね。へえ。ここまではだから、ここまでは水面が来るっていうことよ。こっから欲しい分井戸を掘り下げたらそこに水が常におる。ああ、なるほどね。そこに溜まってる分が汲んでも干上がらん量。なるほど、うん、じゃあまあ1メートルは絶対掘らなあかんか。1メートルそんなちょっとでいい。2メートルお風呂溜まらない。10メートルやったらすごい水。けどこっから 3メートル掘りたいな、やっぱりな。やる気が
そうやね、希望が、ね、よかったね、お家にお水が。早々に引っ越さなあかんかも。なんとかなりそうやね。2日目です。だいぶ掘り下がりました。2メートルぐらいユンボの足元を下げて、こっちの井戸の方はここまでは常に水が来るんじゃないかなと思います。でさらに2メートル掘って、3メートルか、3メートルぐらい。よし、やってきます。井戸川を2つ沈めてます。この状態で昨日が砂利が手に入らなかったんで、砂利を周りに敷き詰めながら水平のレベルを見ながら、井戸川の底にも砂利をちょっと詰めて作っていきたいと思います。井戸川1つ分ぐらいから常時400リットルぐらい貯水できるようになるんかな。ちょっと心もとないけど、まあ、これ以上掘れるのでこれでやってみます。作業3日目、スペシャルゲストが来ました。じゃーん、見上げる形。何をしてる作業をする気のないこの格好大工事になってね、初めてやんな。初日にちょっと掘ってんの見ただけでこんなことになってるとは思えなかったの。あ、水が無事に足りるかどうか。1個余ったら子供らを中で走らせてハムスターみたいにして遊ぼうか。遊び場にはいいかな。それな、今日またお昼からスケートが来る。そう、ありがたいね。頭が上がる。成果がいかんってなると誰かが現れてくれて助けてもらってうちが立つって感じやね。2人じゃできません。できません。全然セルフじゃありません。これからも積極的に興味ある人呼び込んでコミュニティビルド的にやっていったらみんなね楽しいと思うから。こんなん線からね、普通の人ね。昨日も手伝ってくれた、新しく本山町に来てくれた方も大人の遊びですね。楽しんでくれる人はありがたいね。けど俺もこんなんやってる人おったらまあ確かに YouTube 調べてもないもんな。体力仕事を厭わない人、どんどん手伝いに来てほしいな。お待ちしてます。クラファンもちょっと計画してるんで、その辺も注目してください。これ井筒どうやって釣ろうかなと思ってて、こういうバケットのユンボで、でちょっと考えた結果、このロープ1本で、まずもやいを通したやつをこっちの端をまたもやいにして、
これでどうかなと思ったらうまいこといった。なあ、上手に釣ってたね。うん、そうそう、あの最初通すとこをきっちり締めといたら、こうグッといっといたらズリってならんし、うん、これでバランスも取れるし、うん、これでうまいこといった。1000人に1人ぐらいこんなことする人がおるかもしれんから参考に1000人に1人そんないい品やろ。500万人に1人ぐらいおる参考にしてください、はい。3段目が入りました。2段目の半分ぐらいかな、水が溜まってます。ほんま、これこの泥水がこんなに綺麗になるんか、それだけが心配ですが、あと2段3つ積んで出そうですね。1つか2つか余りそうです。水出たかな。しゃ